どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は超レアなプラモデル紹介します。こちらコマさん&コマジローのスペシャルコーティングバージョンです。モンゲーゴージャスズラね、開けてびっくりズラって、こちらコマさんコマジロー書いてますね。こちらコロコロコミックスで応募者100名様に当たる超レアな非売品です。金と銀のコマさんコマジローです。開けてみます。よいしょ。当選おめでとうございますの紙入ってますね。超細いんだけど。そしてこれがトリセツ、コマさんとコマジローのトリセツそのまんまか。そして気になるプラモデルのパーツがこちらですね。これ金のメタリックコーティングになってます。コマジローのパーツですね。これもコマジローのパーツ、台座とかも全てオール金。すごくない？これ、これが風呂敷だよね。風呂敷も金。そしてこちらがコマさんのパーツなんですけど、全てシルバー、シールも入ってますね。台座もシルバー、頭とか体のパーツも全てシルバーになってます。すごいぞこれ。コマさんコマジローの顔のシールがこちらです。これもメタリックになってる。この世界に100個しかないプラモデル作るのはちょっともったいないので、コマさんのプラモデル2個、そして金のスプレー銀のスプレーで金のコマジロー銀のコマさん作ってみたいと思います。じゃじゃん、ゴールドとシルバーにカラーリングできました。では作っていきます。じゃーん、できました。金のコマジローに銀のコマさんです。めっちゃ可愛いねこれ。すごいゴージャスな感じ。銀のコマさんがこちらです。オールシルバーですごいよね。めっちゃ可愛いわこれ。シールまだ貼ってないからちょっとね、表情分かりにくいけど。続いて金のコマジローがこちらです。基本的にコマさんコマジローは形同じで色違いの妖怪なので、まあ同じプラモデルでもいけるよね。兄ちゃん、オラたちもんげー色になっちまったずら。金さん銀さんずらねー。